実に都会的な駅前広場です。立派な高架があってね、その上に鉄道が走っております。まるでね、東京の郊外にありそうなぐらい立派なところですけれども、駅名は次元寺駅。これは鹿児島市内の駅です。今ちょうど列車がやってきましたね。指宿枕崎線という路線の駅でして、見てわかる通り上に電線が張られていません。電車は走れない構造になっています。奥の方にね、ちょっと高架に隠れてしまっていますが、桜島がしっかりと見えております。ちゃんと噴煙も出ていますね。ちゃんとっていうのも変か。この次元寺駅は鹿児島市の南部に位置する駅でして、割と最近高架化されました。確か2年前だったよな。鹿児島は政令指定都市ではないんですけれども、結構人口密度が高い町でして、道路の渋滞も激しいです。ちょうどこの道路の今信号があるあたり、このあたりにもともと踏切があったんですが、ここも朝のラッシュの時とかには渋滞している上に踏切が閉まって車が待たされるということで結構問題になっていました。そこで市が主体になってこの線路を高架にして踏切を解消するという事業を頑張ってやったわけです。この立派なね、駅前広場も作られてね、椅子がたくさんあるんですけれども、今日は結構暑いせいなのか全く人は座っておりません。もう周りは完全に新興住宅地といったところですね。結構新しい家が目立つから、割と最近になって開発されたんでしょうか。今回はこの次元寺駅とお隣の同じく高架化がされた谷山駅、この2つをご紹介しようと思います。駅の高架の下にもありましたが、駅前広場の近くにも立派な駐輪場があります。多分大多数は高校生が使ってるんじゃないかな。駅前のロータリーにはね、送迎の車がちらほら止まっておりまして、でこっちが駅舎の入り口ですね。自動ドア、もうすでに僕中見たんですけれども、かなり立派なんですよ。本当すごいですよ。入りまして、まず目を引くのがこの天井ですね。これ水戸岡先生っていう方が JR 九州のデザインを結構総括されていて、多分見た感じその方のデザインだと思うんですが、木目調というか木ですね。木にJR 九州の特急でよく使われるツバメのマークが描かれております。アルファベットはアラウンドザ九州、九州レイルウェイカンパニー、九州リミティッドエクスプレス。今の時間は無人駅になっておりまして、駅員さんはおりません。ただここにね、スイカじゃなかった、イコカの簡易改札機で、あちらの方に切符売り場があります。切符売り場1個しかないですけれども、半分以上の人がこっちを使うと思うので問題ないでしょう。電光掲示板で列車の行き先と時刻が表示されています。指宿枕崎線は非電化路線の割にはかなりお客さんが多いんですよね。鹿児島は結構山がちな分、あんまり大きい道路とかを敷けなくて、道路が結構渋滞するんですよ。先ほども言いましたけれども、道路が混むので鉄道で行ってしまうという人が地方都市の割には結構います。改札の内側にはスゴカの現金チャージ機と、これは何かな、係員対応精算機か、乗り越しなどをした場合はここを使うようですね。2020年5月30日からスマートサポートスピデーションということで、遠隔で一括して駅を管理しています。多分ね、監視カメラとかから私の様子とかも見られていると思うんですけれども、よっぽど問題なことをしない限りは呼び出されたりすることはないかと思います。中は映しませんが、立派なトイレも設けられていて、バリアフリー対応ということで、エレベーターも当然のように設けられています。緑の券売機とか指定席券売機がないので、座席指定とかが必要な、複雑な切符とかは、隣の谷山駅まで行く必要があるかな。朝のラッシュ時は3本、日中でも1時間あたり2本くらいが確保されています。単線なので、なかなか増発するのが難しいんですよ。階段を上がったところにも電光掲示板がしっかり設けられていますね。こっちが指宿方面で、向こうが鹿児島中央方面ですね。この真ん中あたりのが谷山の駅かな。指宿枕崎線は基本的に最大で4両までだったと思うんですが、頑張れば5両編成まで止まれるようになっているようです。
平日の14時なんでね、僕含めて2人しかホームには人がいません。もう発車まで3分なんですけど、今はものすごいびっくりするぐらい静かですけれども、多分朝のラッシュはかなり人で賑わうんじゃないかな。駅名としては次元寺ですが、地域の名前としては次元寺と読むこともあるそうで、黄色い線の内側へお下がりください。まもなく列車が参ります。危ないですから黄色い線の内側へお下がりください。はい、谷山に到着しました。いや、めちゃめちゃ混んでましたね。まあ、2両のロングシートなんですけれども、座れているお客さんは本当半分ぐらいで、平日の2時かよって思うぐらい立っているお客さんが多くいました。この車両ね、つい最近長崎の方から転属してきたやつでして、鹿児島の川の字が書いてありますが、その裏に、長崎の先の字がまだちょっと名残をとどめています。まあ、ラッシュでもないのにね、こんなに混むんだったら朝の時間帯はめちゃくちゃ混むだろうな。この駅で列車の行き違いを行いますので、5分ぐらいこの列車止まります。この谷山は指宿枕崎線の拠点駅って感じで、ひょっとしたら途中の駅で一番お客さんの数多いんじゃないかな。調べてみたら、さっきの次元寺駅の倍ぐらい利用者の数がいました。床も木目調というより木でできていて、これ枕木かな、枕木ではなさそうですけれども、天井もこういう風に木の差しみたいになっています。改札口を降りてくるとまたトイレがありますね。さっきの次元寺と同じように上がこういう水戸岡デザインになっています。あとは柱がレンガ調ですね。こちらは、階段が2箇所ありまして、そのうち1つにはなんとエスカレーターまであります。かなり立派です。今日は4月の7日で新学期が始まったばかりということもあってね、緑の券売機に長蛇の列ができています。多分高校の定期券を買うお客さんでしょうか。次元寺駅よろしく駅の前にあのベンチがたくさん並んでいますね。次元寺とは違って座っている人も多くいます。駅前のロータリーも立派で、バス乗り場も2つぐらいありました。で、高架下と普通の広場のところに立派な駐輪場です。市営谷山駅駐輪場だから多分無料なんでしょうね。これが谷山駅の前景。いや、立派だなこれ。真ん前に有料の駐車場がありますが、20分以内の駐車であれば無料になっています。実は高架化したばっかりの頃に1回来たんですけれども、その時はね、まだこの駅前広場とかも全然工事中でこんな立派じゃなかったんで、いや、ここまでなってたか。かなりお金かけたんでしょうね。改札口からこう屋根がずっと伸びておりまして、こちら側にあるバス停まで雨に濡れることなく渡ることができます。ようこそ谷山へ。谷山駅前商店街、一般用の駐車場以外にもバスの待機場とかタクシーの駐車場もありますね。で、あちらの方にずらっと送迎の車がたくさん並んでおります。多分ちょうど入学式がなんかが終わったタイミングなんじゃないでしょうかね。谷山には実は路面電車の駅もあるんですよね。鹿児島市電の終点の駅になっています。ただこの谷山駅からは結構離れたところにありますので、まあ、周りをちょっと散策した後で行ってみようと思います。周りなんですが絶賛開発中といった感じです。ただ向こうの方の国道かな、県道かな、わからないですが、道路の方は昔からの商店街が発達しております。ロータリーの反対側の方ですが、こちらも絶賛再開発中みたいですね。こっち側に川があって、それの護岸工事も兼ねているそうですけれども、ほとんど、まあ、建物は建っていません。一応この裏の方に、まあ、何軒か家はありますけれども、微々たるものです。まあ、周りが住宅街っていうのと、あとちょうど谷山と次元寺の間あたりに高校があるんですよね。そういったところへの通学のお客さんで利用者が多くなっているんじゃないでしょうか。まあ、路面電車もありますけど、そんなに路面電車からここで乗り換えるという人もあんまりいないでしょう。絶賛工事中の駅前ロータリーを抜けますと、こちらが国道の225号線ですね。ここもね、結構交通量が多い割には片側一車線の道路になっておりまして、平日の昼間ですけれども結構渋滞しています。まあ、結構商店街とかお店とかも充実しているところでして、ここを
北側にちょっと数百メートル歩いたところに電停の谷山駅があります。ちょっと行ってみましょうか。電停の駅をこの JR の駅まで伸ばそうっていう計画は昔からあるんですけれども、間に建物がたくさん建っていますからね、費用の問題で未だに実現しておりません。さっき言ってた次元寺駅との間の高校とは別にもう一つありますね。なんか私立の情報系の高校なのかな。新しい団地の造成みたいなのもやってますよ。この結構歩道の幅が狭い清見橋という橋を渡りまして、もうちょっとこの道路を進みますともう標識が見えておりますが、谷山電停に入っていきます。こう見るとこの道路かなり直線的ですね。谷山駅前からかなりゆっくり歩いて徒歩7分ぐらいでしょうかね。もうそこを曲がったら電停です。鹿児島は車社会なんですが、その割には結構この辺の個人商店とかもね、にぎわっていますね。僕の経験上結構人口密度が高いところ、まあ坂道が多くて人が住める土地が狭いところはまあにぎわっているという印象があります。まあ鹿児島も地形的に間違いなくその一つに入るでしょう。はい、ありました。こちらが谷山電停ですね。今ちょうど電車が入ってきたな。一応ね、鹿児島が日本最南端の路面電車が走っているところですので、必然的にここが最南端の電停ということになります。もう昔からここにありますので、駅前には非常に簡単なロータリーしかありません。バス停もそこにあります。電停があって、こちら側に走っているのが指宿枕崎線の線路ですね。先ほどの JR の駅と同じように高架下に大量の自転車が止まっております。こっちは二輪車か。普通の車のパーキングもありますね。ちょうど今右手に研修車が止まってます。新人さんの研修でしょうか。まあ、電停の中にちょっと暗くて見えづらいですが、トイレも設けられていますね。電停に行った後ご飯を食べて、もうそろそろ谷山駅のあの緑の窓口も空いてるだろうと思ったんですけれども、もっと列が伸びていました。高架化された当初は普通に有人駅だったんですけれども、先ほどの次元寺駅と同様、昨年の5月から遠隔の監視システムの導入により、朝と夕方を除いて無人駅になったそうです。多分高校の入学式の後なんでしょうが、定期券売り場に人が殺到していますので、臨時で緑の窓口は開いておりました。ということで次元寺駅と谷山駅の様子をお楽しみいただけましたでしょうか。すごいいい駅だなと思っていただけたのであれば幸いです。それではご視聴ありがとうございました。